ゆらりです。ピンク、ラテ、ティー、ピー、始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、メンバー4人にドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、その内容はですね、私が卒業するというドッキリです。いやー、どういう反応するのかな。無反応かもしれない。あ、そうなんだ、みたいな。辛くないですね。ちょっとそれは悲しいですね。いやー、なんか想像がつかない。あの4人は予想外の行動をするんですよ。だからどういう反応するのか見てみたいです。ちょっと楽しみですね。最近ピンガレ TV の動画に出てなかったりとかしたことが結構あったんですけど、それはエージェニックというプロジェクトに参加させていただいていて、そのお仕事との兼ね合いで撮影に参加できなくて、動画に出る回数が最近少ないですという報告です。コメント欄とかで心配のコメントいただいたり、最近出てないとかってたくさんいただいたんですけど、私すっごい元気です。本当にバリバリ元気です。画面上では表せないぐらい元気でございます。あ、それでですね、この概要欄にエージェニックの YouTube の URL が載せていただいてるので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、という感じでぜひご覧ください。お願いします。そして頑張るので応援よろしくお願いします。はい、早速みんなにドッキリを仕掛けていきたいと思います。せーの、どうぞ。よし、じゃあ撮りますけども、ちょっと先にやっちゃおうか。何を？あの、ひらりからみんなにこう言いたいことがあるらしくって。何ですか？今言いたいとかじゃないですよね。じゃあゆらりから。視聴者の皆さんにも先に伝えておきたいことがあって、7月いっぱいもってあのピンクレッティ TV を卒業することになりました。行きの新幹線で話しててなんか卒業とかだったら嫌だよねって言ってて、言いたいけど言えないみたいな感じで。なんかすごいなんか泣けてくる。そう、めっちゃ泣けるそう。うん、そうだよ。めっちゃ泣けるドッキリでしょ。うん、ドッキリでしょ。え、嘘って言う。え、ドッキリだよ。嘘。7月いっぱいまで、どうも皆さんと楽しい時間を過ごせたら、はい、じゃあ夏休みの面接はないですか？撮影に来るのが7月いっぱいで、そう、なんて言ったらいいかわからないですけど、ちょっとじゃあこんな時に申し訳ないんだけど、一人ずつコメントを。じゃあ姫から。無になるでしょ。どういうこと言うの？感想じゃん。ゆらりが言われて聞いた感想。言われた感想。感想は、なんかドッキリかなみたいな。え、でもね、ドッキリじゃないないよ。なん、何もなんか言わないです。ドッキリだったら泣けないよね、なんか。ちょっと針が飛んでるさ。ドラマみたいのせる。やばいよ、めちゃマスクラマスクラ。嘘だよね。ドッキリ。 もう、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 
大丈夫、目を蒸して真っ黒だよ、大丈夫。そうなんか、まさかの展開なんですけど、なんかだって本気だ。本気感出してたもん。すごい、なんか申し訳ないけど、ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。ごめんね。なんかごめんね。みんながこんなに泣いてくれると思わなかった。ちょうどね、話してたもんね。何言ってるか分かんない。でもやっぱりさ、そういうやつで卒業じゃない。ちょうど息話してて、そうやってなんか卒業とかになったら嫌だねみたいなのを言ってて、そうだねって言って。このドッキリが一番大成功だったんでしょうか。すっごいなんかいくらで TV 史上だった。すごい、今涙がいっぱい溢れるとは。おで、なんかまた泣けてくる。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバイ。元気ない。はい、私はエイジニックというプロジェクトに参加させていただいています。夏までに正式メンバーの座をかけて12人全員で切磋琢磨して頑張っています。応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。